大天井竹は、飛騨山脈にある標高2922メートルの山。長野県の大町市、安住野市、松本市にまたがる、常年山脈の最高峰。山頂部の廃末帯に生息する特別天苑、記念物の冬家のメスの来庁大糸線有明駅の西15.9キロメートルに位置し、厨房温泉から合戦を根を経て、 やりがたけへ登る氷銀座重層コースと、常年山脈との分岐点の山である。ただし、登山道は山頂を通らず巻き道となっている。中部山岳国立公園内にあり、日本200名山に選定されている。山体は中世代の花崗岩からなり、山頂部には中世代の気力岩が混じる。山頂部は森林限界を超える鉱山帯で、されきには、 ハイマツが分布し、特別天然記念物の来鳥の生息地となっている。山腹では岩髭、小マク,サクモマスミレなどの鉱山植物が自生している。山頂には天明が天照山の三等三角点が設置されている。麓の安ず野のから眺めると、ピラミッド形状の常年岳や安ず富士とも呼ばれる、有明山と比べると、奥まった位置にあるため目立たない存在となっている。 三名は大天井だけをお天井だけとも呼ばれる。山小屋は大天草、大天井ヒュッテと呼ばれている。江戸時代の絵図では神名だけと書かれていた。かつてふもとでは天使用、お天使用、二の股の天使用と呼ばれていた。三名は五天城、五天所から来ている。これには二のた国を詰めた最高所という意味がある。 松本城の天守閣に似ることから、お天守閣がお天使用に点火したのではという説もある。霧道神話には1920年に奇策振動を解説した小林気策のレリーフがある。奇策振動解説により表銀座が多くの人が訪れる賑やかな槍方系のメインルートとなった。厨房温泉からの表銀座重装コース及び常連山無薬重装寺に登られることが多い。 最寄りの登山口は厨房温泉で、常年だけの登山口が次に近い登山口である。小林喜作が1920年に喜策振動を開設する以前は、槍方系の道路は以下の2つのルートが利用されていたが、現在は廃道となっている。かつて、槍沢の一の又国出会いには一の又小屋があり、そこから一の又に沿って、 常年の起しに至る上級者向けの谷コースがあったが、現在は廃道化している。大天井竹の北側の切通し岩には、地元の彫刻家の小川体系が制作した小林木作のレリーフが岩に埋め込まれている。大天井ヒュッテの南西約 0.8km の標高点 2549m 付近の暗部は、貧乏沢の最上部であり、1922年の 日本登山市の黎明期に学習委員大学のパーティーが貧乏沢を加工して北釜尾根から槍ヶ岳に登場した代表的な大天井竹への登山経路を一家に示す。要所には山小屋やキャンプ指定地がある。残雪期や積雪期には北側の尾根を直通する陶器ルートが用いられている。 山頂直下の南東 0.2km には1956年に建設された安曇野市の大転送がある。1975年に2階建ての新館が建設された。運営と管理はツバメ3荘のグループに委託されている。営業期間外は無人となり閉鎖されるが、緊急避難用の陶器避難小屋が開放されている。 山頂と牛久米岳との暗部の西南西 0.5km には1957年に開業した大天井ヒュッテがある。お天章岳山頂直下にある大天層。営業期間前行きに渦もれる。左側に冬季避難小屋があり、キャンプ指定地が併設されている。大天井岳から望むツバメ山荘からの表銀座と呼ばれる。 登山道つばめ山荘から望む氷銀座重層流と大天井竹を経て、槍ヶ岳の東釜尾根へと続く南竹から望む、氷銀座と大天井竹から、南の横通り竹へと続く、常年山脈飛騨山脈の南東にある、常年山脈がほぼ南北に伸び、南東 1.8km には、東天井竹がある。山頂からは、南南西の赤岩竹へと、 表銀座の尾根が伸び、東釜尾根を経て、槍ヶ岳で飛田山脈の主稜線と合流する。山頂の 1.4km 西に和牛首山があり、山頂は展望地となっている。大天井岳が源流となる以下の品の川水系の河川は日本海へ流れる。遮るものがない山頂の岩場からは360度の展望が得られ、西南西に槍ヶ岳が望める。 お天章だけ山頂からの眺望、ありがとうございます。